グーグルトレンドの漫画村とヒカキンの比較見ようか。何グーグルトレン、トレンドって。俺も比較してほしい。<laughs> やば何これヒカキンが6に対して漫画村が、ヒカキン4に対して漫画村が100。え、これ、問題になってるでしょじゃあ。ねえ。 これ問題にならならいここまで流行ってたらやばくないほらこれだよいやえぐ見えてるニュースになってんのおいマンガ村と加藤純一の比較も出してくれよおい頼むからおい いや、俺、漫画村には勝ってるでしょ。このクソ、クソ犯罪者ゴミ村には。加藤淳一村と漫画村どっちが強いか勝負しようぜ。で、俺がま、もし漫画村に勝ってたら俺の勝ちなん。<laughs> やば。ちょっと、加藤淳一と漫画村の、比較見してよ。あ、だから最近みんな漫画村漫画村って言ってんだ。 めっ、しかも俺が今ここでめっちゃ漫画村進めちゃってるじゃん。犯罪を助長させる。え、ヒカキンのところ打ち直す。あ、ここか。あ、ここ、なるほど。ここを、えっと、カトウ、ジュン、イチ。来い、勝て。ええーなにこれこうやって見ると漫画村強っ 漫画村強よあ、ここちょっと対抗してる。1。<laughs> 俺、年末に1。おし。おい、年末よ、1だったわ、俺。漫画村83に対、俺の83倍だね。あ、ここにヒカキン、ヒカキン追加しよう。てか、ヒカキン強 俺たちはまだまだだな。おい、じ漫画売れじゃなくて、ヒカキンと俺にしろよ。俺のが、あれだろ。俺、L に負けねえんじゃねえか。内間違い、内間がいと同じぐらいのね、存在価値なんだけど、俺なんて。はぁなんですけど。鍵格好と俺、同じ。もう、血がたぎるぜ。俺、ヒカキンから見たら、俺、鍵格好レベルなんだけど。 なあ誤差ヒカキンから見たらへえこれおもろいなあ正金とや正金だったら勝てんだろよしまマスオ TV とかだろ正 <laughs> <laughs> なだ <laughs> てめおめえも年末仕上げてきてんな、セイキ金な。セイキ金が年末仕上げてきてやがる。仕上げが悪かったらよ、俺の方がくっそ、こいつが12月の1周目のノリだったら。てか、俺、年末何したこれ。年末、俺、何してたの待て待て待て、違う。マスオ TV だよ、ここはマスオ TV。あんだよ。マスオ マスオティビアテキだろう。マスオティビカテマスオティビマスオティビカギカクリええー、なんかいやべえ怒られそうマスオファニー <laughs> あ、あれか あれが違うらしいああれ英語ねよかった負けるコメント用意してたのに何 <laughs> とも言えない気持ちになっちゃったごめんマスオ TV これないやもっとたマスオ TV 勝ったマスオ TV に勝ったうんこちゃん強っ あ、加藤純一とうんこちゃんでやろうぜすごい俺うんこちゃんもやるのか <laughs> おーあ。あ同じぐらいなんだねみんなあすげえ加藤純一の知名度がいや変わんねえなあでもなんかちょっとずつ上がってきてんだね <laughs> えー すごい。同じぐらい。まあ、てあのね、違う。2倍にするんじゃなくて、うんこちゃんで検索したり、加藤純一で検索してんだよ。多分。加藤純一と、あ、加藤純一と、あ、兄者音じゃいいね。え、これなんかちゃこれ何グーグルで調べられたってことあ、もっと遡ってみようぜ。これど、ど、どうやって見んのんこれどうやって遡、遡るのぼ どうやってじゃ、これ消したいんだけどさ。消せないんだよね。あ、これか過去12ヶ月。あ、違うこれを2004年から現在にしようか。どんだけ何この時あやめた時か。へえー。あ、なるほどね。やっぱこの時伸びてんな 2019年顔出したタイミングだね。てか、加藤淳一の、加藤淳一、えげつな加藤淳一めっちゃ上り上司やんすげえぐーんと上がってきてるんだね。2015年の8月って顔出したタイミングだもんね。うーん。 ああ、なるほど。おもろいわ。嬉しいわ、これ。これすげえ嬉しいわ。あ、ヒカキンも見てみようかでヒカキン入れるとよ、俺が鍵格好レベルになっちまうからもう、おもんないわ。<laughs> 俺が鍵格好レベル、ほらー <laughs> クソおもんな侍、ゴミ金。<laughs> クソおもんな侍だ。こいつと一緒にやっ、こいつとやる YouTube。 ヒカキンとやる YouTube 重いんだけど。ねえ。すげえ、一気に売れたんだね。こ、これなんだなんか、えー、でもヒカキンちょっと落ちてきてねえかこれ、そのちとじ、あと30年くらいしたらこれなんか <laughs>、こいつがじわ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 落ちてきて、俺がじわ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 。見ろよ、このアリトキリギリスのアリ。俺のこの、ずーっと、あれだな。ヤゴー。俺、ヤゴーでここでようやく、今、 外に出て、止まれる、羽化する木を探してる野豪だな、俺。ちょっとずつ海抜が上がってる。よかった。もうちょっとなんかさ、過去5年ぐらいにしようか。うーん、おもろ。非キ金、おもんないわ。誰にしようかな。え、緑さんか。横山緑。どうする右、ガクーって右肩下がりになってた あーえあ、そうなんだへえこの日何があったんだろうみどりさん2018年あーなんかやってたなへえ <laughs> もっと知名度低いやつでやれ分かったホレホレしようぜ <laughs> 誰にしようかなうんとうっ もっとリアルなやつがいいなたかしたかしじゃダメだ,誰だあのわかりやすい名前で誰だろうなみやこ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 さんはこれやこさん俺がもしやこさんの知名度を越してたら結婚しようああ。あ,ーあーでもまああれだもんなそうだよなえー、なんか俺めっちゃ売れてる感出ててすげえ気持ちいい うなちゃんまん。<laughs> ジャングルおにじいね。<laughs> おい、ジャングルおにじやべえ <laughs>。俺の凄さお前らによ、教えてやるよ。ほらなあいつ息してねえから、はっきり言って。おい見ろよ、これ、俺の実力。おい息してねえわゼロだわ生まれてすらいない死ねな、ジャングルおにじ。頼むから。史実通り死ねな。 存在してねえじゃねえか。てかこれ、俺、今まさかさ、生まれて初めて YouTube でジャングル大西って検索したのが俺なんじゃねえのこれ。<laughs> だからゼロなんじゃないの俺、え、まさかジャングル大西諸女奪った形俺が。ゼロってそういうことだろだろ初めてってことでしょ俺が。じゃねえのなあ。 これそういう,うにポジティブに受け取っていいだろう。ポジティブかネガティブかは。今日ようやくお前は生まれたんだな。はー。あマックス村いいね、マックス村いいね。勝ちてーマックス村にこれおもろ。マックス村いって同意字これでいいのかな あえー、どんだけこいつ局所的に跳ねてんのあっ同じぐらいあっそっかこいつこれがあるからか待てよ2016年1年にしよっかあー同じぐらいなんだてか俺すげえ <laughs> へえ逆転したっていうかなんかあんまり 変わんないんだね。炎上した時か。だあ、ほんとだおいみんなマックス村にか、逆転したぞ俺全然嬉しくない。あいつが落ちてきてるだけで俺上がってねえ別に。<laughs> 全然嬉しくない。なんか俺がこれぐらいグーンって伸びてたら、おい見ろみんな俺勝ったぞって言うけど、ただあいつが落ちてきただけで俺成長してねえじゃん。別に。じゃね 玉木浩二と井上陽水やらよかった。<laughs> なんで一応な、俺ライバルとされてる人をガンガン入れておこう。やっぱ芸能人には目を向けていかないんだよ。え、玉、え、俺すげえってマックス村井お前い、いや、なんでマックス村井の主張この。え、すげえ、俺井上陽水だ。え、すごい、俺。 俺、井上陽水くらい検索されてんだ待って玉置浩二は嬉しいなあまあネットだからかそうだよな、ね、強いよ玉置浩二強 <laughs> やっぱすげえわねインターネットで一番検索されてる人って誰かな日本でそいつと比べてな加藤純一軍団 大谷翔平いいね絶対今ヤバいでしょああとんでもねえ2万二万8000だこいつ <laughs> おい2億6700万だおいちょっと待ってでもさえちょっと待ってこれさ下手すりゃさメジャーリーグ行く前だったら俺大谷翔平ぐらい検索されてたってことああこの期間見てこのさメジャーじゃないさ 期間見てこれうまいことあれできないかなこの期間で比べたくないこの期間へえすべての国になってるいやそりゃそうだろうなんでなんで日本にするじゃんすべての国でいいでしょ藤波ぐらいやったら勝手んじゃないやつ おい、藤波、藤波。おい、あれしよう。なんだっけハンカチ王子、ハンカチ王子いよ、ハンカチ王子。ハンカチ王子にしよ勝てそう。お,お前見とけよ、ハンカチ王子。てめえ、キャキャ揺れやまってよ。俺が実力見せてやるよ、ハンカチ王子と。どっちが本物の王子か見してやろうじゃねえの。なんでできねえんだよ。おい、斎藤祐樹にしよっか。 なんか、できねえ。みんなできねえよ。いやこの野郎 <laughs> 捨てたもんじゃねえな。あいつ俺と互角だとライバル視するわ。 2004年から現在。おい、見とけよ。おい、なんでお前らやりすぎやんじゃねえよ、おもんな侍どもが。俺のページで見ろ、バカども。うわ、なにおめえ。調子乗ってんな。おい、ゆうちゃん。まだ俺が生まれない頃。見ろ。斎藤由うこれが醍醐味よ、人生の。斎藤由うの戦闘力100に、100に出して俺はゼロ。だがしかし。 俺自己検査に励んだ。その結果、俺見ろほらなぐーって上がってきて斎藤佑樹がぐーって、これ何この日斉藤佑何が起きた ?2016 年の夏。仕上げてきてんな、あいつも。<laughs> 投げて投げる。<laughs> おい、ふざけんなあいつ投げただけで検索されるらしいぞ俺がこうやって一生懸命ずらーってやっててさと、お前一級な、なんか、登板するだけで、あ、一年ぶりの勝利で、なるほど。あ、次はこの、これあれだよベンツの事件の日だろずるは卑怯もん。ベンツの事件で炎上した時だよ。 きくしょうこいつ間違いねえぞズルすな俺も事件起こすからなくなっちまう炎上商法とは卑怯なりいやでもいいねなんかでも怖くなるわ 俺なんかだってテレビも出てないし、別に知名度あるわけじゃないのにさ、さ、斎藤祐樹って知ってますかって言ったら結構、ああ、まあ生意気だ、野球知らない人でも、あーハンカチ王子ですよねぐらいはみんな知ってると思うんだよ。その人と、あ、でもまあ検索まではしないか。伊藤隼太でいいでいいかお、隼太見てるか。これが俺とお前のレベルの違いだからな、隼太。教えてやるよ、おめえに。ほらな、隼太。学べな、俺で、配信の色派を。 お前これだぞ。俺とお前の実力の差は。な早田。<laughs> これだからな。このレベルの差があるから。早田と、俺なんで俺伊藤早田と、<laughs> 面白い。俺伊藤早田と野球じゃ戦えねえけど、Google トレンドだったら戦える。嬉しい。松井と、あ、いやだでも松井とやってて、もし俺、万が一俺が上だった時のから、いや、いや 頼の松井。俺に夢見せてくれ。えぇーなんであ、よかった。G 間違えてた。危ねえ。危ねえ。G 間違ってたよかった。ね、えぇーははんまあ、かまんねえ <laughs> おい、松、ま、井ねえ <laughs> おい、松、ま、井検索しろよ、お前ら俺一日一回松井、ま、検索してるぞ おいマジかよ。やだ。松井が弱ってきてる。<laughs> へぇー。<laughs> ゴジラにしろ。<laughs> あ、いいね。<laughs> ゴジラ。<laughs> ゴジラ日も松井に入れていいのあ、とん頼むねやがこの日だけ。だーとって。新ゴジラの日。なやっぱ松井すげえだろ。 シンゴジラの日だよ。これが。<laughs> はぁ、久本雅美やれ。久本正美 <laughs> 本。勝ちて久本。<laughs> <laughs> やったはい俺が、あれな、創価学会のあれ、俺によこせな。あの、ポスト。 これ頼むぜ、マジで。これもう事実として出てんじゃねえか。いや、俺はもうマジ背負っていくから。ニコ生支部。俺が頭がパンするわ、絶対。いや、これはもう本当に頑張る。これから先は、背負った。これから先な。だけどさ、 よくよく考えてみたらさ、久本まさみって、グーグルで検索しなくねしないでしょしてる多分、しなくね久本まさみ今何やってんのかなってさ、検索しねえだろ。これなんか正しい勝負じゃねえぞ、今、今思えば。ガ <laughs> これな<何> <laughs> おい、まちゃみ何があったこん時なあまちゃみ。マチャミ 2014年の4月の久本雅美の勢い何これ何これちょっと調べて。2014年の4月の待ちゃみ。何があった何待ちゃみどうしたの何が起きたとんでもねえ伸び方してるぞ。あ、ニコ生に出たんだ。へえー。 あそうなんだはーあ DV マニアとかやってみたいね絶対ちょっと待ったこれトレンドになったんだからな全然おごりだった俺の全然おごりだった俺の影響力全然なかったわ1年だよ全然ゼロジャングル大西だわ DV マニアは。 うん、ジャングル大西だわ。DV マニア。う <laughs> ーん、面白いなこれはすごいわ。ちょっと待って、ね <laughs> <coughs>。なんかその、流行りのワードができるんだ。俺、別に、流行ってないってことだね、俺はね。安心したわ。なんかさ、今みたいにズドン ってあるってさ何かやらかしたとかさその点で跳ねたって感じじゃん俺ってさんかのそ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 のって感じだね俺はこういう成長の仕方すごく好きよ本気で才能はないけど根性で上がっていくみたいなこれよくないなんか男男か男かいや右肩上がりじゃねえお前5年だぞ あの、ヒカキ、ン右肩上がりって、ヒカキンみたいにバーンと上がって、バーンと上がっていくのが右肩上がりで、俺、のそのそ、のそのそ、炎上したり、なんかちょっと褒められたり、ああ、でもちょっとつまんない放送して下がっちゃったけど、なんとか頑張って取り返したりで、のそのそ、のそのそって、これいいじゃん。これからもなんか一発、一攫千金じゃなくて、もうじわ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 、あ、漫画村で調べてたんだ、そうだ。 いや、そうやって考えると漫画村強えなぁ。マジで。強いね。これは社会問題になるわ。だってもう、そ,そういうことだもんなぁ。え、みんなぶっちゃけさ、俺怒んないから聞けるさ、漫画村ってみんな見てんのちょっと待って、アンケート取っていいだ、単純に数字知りたいわ。俺なんか言ってさ、なんか大したことねえだろみたいな。これ、あの、正直に言って。アンケート。 あの、家でというか俺満喫で読むからさ。<laughs> 2>, 2、1、はい。集計中。はあ、あ、でもまあ、え、でも半分だもんな。えでも半分って結構な数字だよね。いや結構な数字じゃないもっといる絶対、嘘。 <laughs> もっと見てるだって。それお前の日常生活が漫画村に侵食されすぎてて嘘つけお前らを見てるような漫画村って。漫画見てるやつも少ないからね。だって、別にさ、全員が全員漫画村見てるわけじゃないからね。へー。